もこんにちは、T1 スタイルズです。うい、妹のキノコっす。山田です。今回はリハビリ会になりますかね。7月6日の生配信以来、約一月ほど、忙しくてワールドオブタンクスができていなかったからね。なまっていそうな腕を、ほぐしていきたいかなと思います。兄に同じくっすね。車両はティア10フランスライトタンク、AMX13 トン、105ミリ砲。マップはのどかな海岸、南スタートですね。爆車の自分は、東側の偵察と狙撃に行ってきますかね。東サイドを見てくれるっていうなら、自分は西側の方に行ってみようかな。それでは私はスタイルさん側に行きますかね。いいんですよ山田さん。自分についてきてくれても。いや、スタイルさんの方が偵察してくれそうなんで。と言っても私も、初動の安全確認しかできないと思うけどね。ある程度敵の位置が見えたら、遊撃に回りたいなって感じだから。ほら見えましたよ山田さん。こっち撃ってくんねんすか？東の敵の方が先に見えたか。いや私率先して偵察しようってつもりはないからね山田さん。なんでじゃあ。ほらほら、自分の援護が正解だったんじゃねえすか？まあ初動でキノコが偵察した北東側の敵応答なんて思ったら、先に山田さんの方がバレて、蜂の巣にされちゃいそうだけどね。それでもロマンの一発くらい、見せて欲しかったなチラチラ。てか山田さんそこの位置、私の偵察した敵すら撃てない位置じゃないですか？1ラインしか撃てない位置じゃないすか？ほら山田さんグリレ見えた。グリレ見えたよー。車線通らねえ。知ってたわ。兄、敵の軽戦車は東っすね。サンクス。じゃこれ撃っちゃおっと。まあ自分が敵の T100LT に撃たれたんすけどね。バレてたんかいな。山田さんが撃ってくれないからっすね。なんでじゃあ。今日のキノコは当たりが強いな。さてと、キノコが言うように敵の軽戦車が東側っていうなら、こっちは少し押せそうな気がしてきたな。あとは後方にいそうな駆逐戦車くらいだしね。装填終わったらちょいと様子見て、行けそうなら裏取りしてみっか。こっちの東の重戦車くん、前に詰めてくんねんすかねー。バッチャとしては肩身が狭い配置なんすけど。てかキノコの方、山田さんいなくても味方のロマン砲、2両もいたんじゃんかよ。そうなんすよねー。重戦車くんが前入ってくれたら、大口径で支援できそうなんすけどね。キノコの方は停滞しそうだな。西側が押していかないと、戦場が動かなさそうだな。仕方ない、1ライン側の裏取りでもしてみっか。本当は久しぶりのボットだから、エイム力めっちゃなまってそうだから、偵察中心でお茶濁しながら、少しずつエイム力のリハビリしていこっかなって魂胆もあったんだけど、やっぱそうも言ってられないね。はわわ、やば、エイム力云々の前に、ドライビングテクニック死んでるかも。何してんすかみー。まあ自分もさっき横転しかけましたけど。大丈夫かなこの兄弟。山田さんも心配なんだけどね。さて後続の駆逐戦車を照らしつつ、1ラインの重戦車にちょっかい出していきますかね。おおありがとうありがとう。そんな感じで支援を頼むぞ味方くんたち。ビッカーズ3発見だと。ビッカーズ 3? 知らない子ですね。ティア10で知らない車両って、また知らぬ間に新しい車両が追加されたんかな。失礼ロマン砲くん、また20秒後に会いましょうね。ビッカーズってことは、イギリスの車両かな。中戦車みたいですし、センチュリオンくんみたいな車両なんすかね。そんな感じなのかな。山田さん知ってます？わからないな。さてそろそろ装填が終わるな。チラッと見てみっか。オブ8268バージョン5だと、来るな来るな、前出てきたらこっちの味方くんたちに撃たれるぞい。そんな感じでな。その車両もあんまり知らない車両なんすよねー。それな。最近の課金戦車、配布戦車の情報についていけなくなってきてるぜ。ほんとっすよね。まあ砲塔が回っていたし駆逐戦車だったし、なんとなくどんな車両なのかは想像つくけども、怖いからちょっかい出す位置変えとこっと。で華麗に敵戦車の数を減らしていっと。よしよし、次だ次だ。こっち向いちゃったよ。まあ砲を引きつけたっていうなら、そろそろ1ライン側の味方くんたちの押し上げができてくるかな。いいねいいね、それに敵軽戦車も飛んだね。これでだいぶ動きやすくなった。ちょっと敵戦車の私へのヘイトが高まってきてるのを感じるけれども、まあ味方くんたちがケアできそうな位置についてきてるし、継続的にちょっかい出していきますかねー。よっこらショット。こんにちは、アロマン砲さん。チワース。あっぶねー、がっつりこっち見てたわ。停滞痛い。ビッカーズ3に撃たれたし、357ダメージってことは、平均火力は390ってとこか？ロイヤルオードナンスを積んでいる感じがしますねー。ちょっと警戒しときましょっと。それより何より、あの逃げようとしているグリレの交代を邪魔したいのよねー。不手法を死んでたし、気づくの遅れたぜ。待ちなさいそこのグリレ。はう、車体上がっちった。
方向を変えまして、と。改めて食らえ。よし。で、ビッカーズ3だ。体力満タンかよ、もう。まあ、東西中央すべて取り切れてるし、あとは囲むだけか。むしろこれ、あんまり悠長に味方の進軍待ってると、最後のダメージ取りチャンス逃すな。ある程度アグレッシブに行きたいところだけど、少し怖い。ちょっとだけ味方さんが前に出るの待って、的になってもらえますかね。おいですね、ミノタウロくん、君に決めた、行けー。謎の戦車ビッカーズ3を発見。なんとなくシルエットがセンチュリオンっぽいか。そして四方中央の廃炎機、ロイヤルオードナンスっぽいですね、やっぱり。よしミノタウロくんが言ったな。今のうちに裏取りだ。くぅ、E100 抜けねえ。そして味方くんたち展開早すぎー。稼げねえ。怒涛の進軍劇だね。スタイルさんが荒らしてるように見えるけれど。聞こえが悪いなー。裏取りしてただけですけど。あ、なんでそれ外しちゃうかなー。てかビッカーズこっち見てんじゃん。終わったか。まあ知らない。一発でも多く当てるまでだ。誰かビッカーズ3を止めてくれー。あ、ダメだこれ。絶対私倒すまんになってやがる。あひー、山田さんヘイルプ。ゆっくり絞ってー。なんでじゃあ、当たらなーい。山田さん、そこ外しちゃいます。くぅ、2位を守ることができなかったし、全然稼げなかった。なんでじゃあ。あ、山田さん、爆散してねえじゃねえすか。爆散する余裕がないほど、試合展開が早すぎました。戦闘結果です。2バッジをゲット。いろいろバタバタあった、スピーディーな展開の試合でしたが。いいタイミングで裏取りを決められ、アシストとダメージ、どちらも取れた悪くない試合だったかなと。約一月ぶりのボットでしたが、あまりブランクなく戦えたかなといった感じですね。自分はアシストはともかく、全然ダメージの取れなかった試合っすけど、バッチャの装填時間ではちょっときついめちゃ早な試合でしたね。まあまあ、でも早い段階で敵の軽戦車の位置を教えてくれたおかげで、自分は思い切って動くことができたから、ナイス情報だったよ。その情報、自分の経験値になんねすかねー。確かに正体としては経験値を上げたいところだけどねー。ということで7月は忙しくて、ほとんどボットができなかった私ですが、また少しずつ再開して、動画を投稿していけたらと思います。と言ってもまだまだ多忙なシーズンなので、投稿間隔が少し空いてしまうかもしれませんが、頑張ってくだせーにー。頑張ります。以上、今回はここまで。ではでは。まったねー。よければ2位の D1 スタイルズのチャンネル登録、感想などのコメント、高評価の持ちをお待ちしております。また妹の自分のチャンネルでもワールドオブタンクスの動画を投稿しているので、ぜひ遊びに来てください。以上 D1 スタイルズの妹マッシュルームでした。